はい皆さんこんにちは歴戦に講師の森山ですで本日12月4日法務省の方から期日式の配点がですね変更されるこんな発表がありましたそれについてお話をしていきたいというふうに思いますまずどのように変更されたのか あそれからそれを分析してこれからどんな対策をしていけばいいのかそんなことについて少しお話をしていきたいというふうに思いますまずこちらをご覧ください法務省のホームページからどんな発表があったのか本日午前中発表されたばかりですがこれについてお話をしていきたいと思いますまず、えー、今日発表があったわけですけれども適用されるのが 令和6年度以降に実施する司法書試験ということですのでもう来年の試験からあもうこれは配点が変わるぞといった形になります。でどのように配点が変わるのかというともう変更内容とすれば今までは2問で70点満点だったものが2問で140点満点、えー、こちらの方に変更されるということになります。でもう一度上ののの方に戻っていただくとですね、えー、まあ午後の部の 試験時間には変更がありませんというふうに書かれているそれから卓越については記載がないということですから、まあ、この記載内容を普通に考えればもう変更内容とすれば期日の配点についてだけだとああいうことがわかるかなというふうに思いますで実は期日の配点については過去にも変更がされたことがあって平成21年ですねこちらに変更がありましたこちらは今まで52点だったものが70点とするという変更になっております でこれ私のほうに今、法務省のですねかつてホームページに載っていたものが、もうちょっとボロボロですけれども、ファイルしていたものがあって、こんな形で発表されていたんですが。 えと平成21年3月10日ということですからもう3月になってからその7月の試験についての発表がありましたけれども今回は12月の発表ということでもう配点が劇的に変わると実はこのどうして変更がされたのかということについてはもちろんこれ邪推ではありますけれども実は平成21年度に関してはその前の年の平成20年度の気痛式の問題があのいわゆる名変なんかの枠ずれも大きくてですね0点でもまあ 期日の不動産登記が0点でも合格者が出たよということでかなりこう物議を醸した年だったんですですからその翌年はそういうことがないようにと期日の配点を高めればもう0点では受からないぞということになりますから高めたよということが実はあったんですね で実は、今年も皆さんに皆さんもですねご記憶にある方もいると思いますが不動産登記の期日でもう疑義があるような問題が出されました負担を分けてみればもう採点の仕方とすればあ、まあ、どちらでも採点をしていたようなそういうふうな結果が出ておりますので、まあ今年についても疑義があったその翌年から変更されるということでもちろんこれは影響があるのではないかということが見て取れます。 まあ、というのはですね例えば、ちょっと期日の配点についてこの細かく調整できるようにしようなどといったことが想定されますよね。ですから、まあ、法務省としても、まあ、その疑義があったことについては何も言ってないですけれどもきちんとそれを踏まえて対策をしていこうということなのだというふうに思います。では、えー、次ですね、まあ、こちら見ていきますが、まあ、具体的にどういうふうに変わるのかということで見ていくと。 平成20年以前は択一が午前が105点午後が105点ですねいわゆる35問ですから105点満点でそれから午後の分の分記述式は52点でしたで。その下の方に記述式の比率を書いておきましたがかつては19.8%つまり20%もいってない択一が8割の得点比率を占めていたということになります。 平成21年から令和5年までは択一がやはり105点満点ですね午前午後合計210点ですで期日が70点ですから期日の拝点が25%に増えたということが言えますまあ言えますというか25%になりましたで令和6年度からはやはりこれ択一は変わらないだろうと これ中の1をつけて現状通りであると考えた場合とつけておきましたが、まあ、現状通りだ、えー、何も言ってないですから反対解釈として現状通りだというふうに考えれば点点10でいいくだろうということとこでですよね記述がこれが倍増しますから140点になって350点満点の140点が記述式ということになりますから記述の割合が全体の40%記述の割合が 全体の40%になっていくということになるわけです。期日のボリューム、まあ配当のボリュームが増えるということですよね。もうかつては19.8%だったことから考えれば、もうかなりの比率を期日が占めていくということになります。まあこういうふうに変わるんだよとまずは認識してください。まずは客観的にどういう発表があったのかとこの認識しなければいけませんから、令和6年度からこういうふうな配当になることが想定されるというふうに言えます。ただ 先ほどお話した通り変わるのは配点だけですよねですから択一の問題数が変わるだとか択一の得点が変わるとかそういう発表はされておりませんで明確に言ってるのは時間は変わらないと言っておりますで時間が変わらないで択一の問題数なども変わらないとすれば期日のボリュームが増えるということではないかなというふうに思いますね。 で期日については今でも,もう時間いっぱいいっぱいで択一をもう軸足検討しながらどうにか期日に時間を回してで期日をどうにか仕上げるというようなことになっておりますから期日のボリュームをこれ以上増やすということは考えられませんからまあそういうふうな意味で期日の問題を大きくしますということで配点を増やしたのではないということになるかなと思います。 で先ほど話した通りまず1つ考えられるのは、まあ、期日の、えー、得点の配点ですよねこれを調整するため今年の採点がうまくいかなかったものですからそれをうまく調整するためにそれを、まあ、うまくこう調整してどうにか採点をしていこうと、えー、きちんと実力が反映される採点にしていこうということで、えー、配点を増やしたということが1つ考えられます。 これをです、ね、70点満点ではなく140点満点にすればそれぞれの箇所に多くの点数を与えることができますから微調整というかできる人できない人ちゃんと調整することができるだろうということが挙げられます。であの70点それから140点って話をしてますが今までも実はこの70点ってこと不動産投機が35。 それから商業時はは35っていうのは発表されておりません合計で70点ということしか発表されておりませんからわからないんですけど、まあ、大体3535 35だろうということは推定されます。 私のクラスでも、まあ、今年もですね、えー、もう期日も上位で合格した人が何人もいてもう期日のトップ10に何人か入ってるんですね私のクラスからで報告を受けてもう、えー、不動産登記が30何点でしたとかあ商業登記が30何点でしたとかあそういう話も聞いておりますからそうするとまあ普通に考えたら、まあ、35点満点かなというふうなことは言えるかなというふうに思います。 まあ、とにかくえそういうふうなあ、はい、配点ですよね。ということになっております。でそのようなことからまあ微調整をするために変えたのかなということが一つあります。でもう一つは期日の得点比率がやっぱり低いということで期日の配点を大きくしようというふうに普通に考えたのかなっていうのも一つあります。 それは期日が例えば午後の部で2時間かけて多くの人が解くのに配点が全体の25%だよっていうのはさすがに少ないだろうということが一つあるんですね。でそれはどういうことかっていうと期日はいくらできても点数が取りにくいっていうのが今までにもあったわけです。ちょっとこちらを見ていただきたいと思うんですがこれはえっ、ー、とですね令和5年度の得点比率になります。でこれが期期日日ですねで期日に関しては例えば えー、上位10位の人を考えてもらうと上位10位でいうとまあここですかね56.2 56. ですよねそうすると上位10位っていうのはもうかなり期日の得意な人というかもう期日負けなしの人ですよ。でそういう人が56点えつまりこれ基準点から25.5点しか上にいってないんですね。ということで期日をいくら得意にしても点数を稼げない。 ということになりますそれに対して卓一であれば上位10位に入れば例えば午前であればもう満点ですしそれが午後であれば34点になりますが10位に入れば例えばこれ3534取れば、えー、基準点から52点上乗せになりますえつまりこれ期日は標準偏差がかなり小さいということですよねできる人でも点数が稼ぎにくいえつまりできる人とできない人の差が小さいわけですよですから期日をしっかりできる人に配点を 上げたいえ、点数を上げたいえ、択一と同じようにきちんとできる人とできない人を分類したいと思えば、配点を高くするというのは一理あります。今お話した通りえ、この順位の人を比べる。まあ、あの元々人数が違いますから、順位で比べるのも適切ではないかもしれませんが、だからだから上位の方言ってるんですね。もうその100位とか200位であればちょっと意味合いが違ってきますから。ちょっと上位の人を上げてるわけです。けれども、もえそうすると今言ったように。 順位の人同士を比べると択一であれば52点上乗せがあるで期日であれば25.5点しか上乗せないちょうど2倍の標準偏差が生じているわけですよね。でそれを是正するとすれば期日の得点を2倍にすればその標準偏差が一緒になりますから期日が得意な人と択一な得意な人それぞれで点数が稼げるよということになるしあとは期日が得意な人をしっかり合格させることができるという実務化投与試験の意味合いもきちんと まあともう一つですね、えー、考えられるのがあの平成15年に憲法が入った時のよような要素ですよねえつまり平成15年に憲法が出題に入ったのはこれやっぱり社会的な情勢によるものでえいわゆる簡易訴訟の代理権が与えられましたからじゃあ憲法ぐらいできないと訴訟できないじゃないかという弁護士会とのえこう まあ対応というかそういう形で入ったわけですけれども今回も相続登記が義務化されますですから義務化されるということは司法書士さん義務化されるのでちゃんと登記できますよね登記できる人を受からせたいんですえいうような意味合いもあるのかなと思いますとにかく、えー、そのような意味合いあるいはそれが複合的な意味合いということになるかなと思いますね。えー、期日の、うん、まあ 配点をちゃんと調整できるようにそれから規実の得点がきちんと標準偏差が卓一合うようにそれから社会的な情勢によるというものの意味合いあるいはその複合的な意味合いで既実の配点が上がったのかなというふうに考えることができるかなというふうに思います。ではここで実際にどういうことになるのかということを確認をしてみたいんですがこちらですね。 どのようになるかの分析と書いてありますが令和5年度の分析がこちらになりますそうするとあ、分析というか令和5年度の結果ですね期日が70点満点ですからそれぞれの基準点がこのような点数になって合計183点3点え、それから合格点が211点 1> 1点で合格ですねで合格点と基準点の差が27.7択一でいうと9.2問分あるえつまり択一で9問10問取ればあ上乗せ点ですよということになってその下見ていただくと、えー、仮にこれをそのままの比率で令和6年度の以降の配点に当てはめるとということになりますあくまでもこれは想定というか仮にそのまま当てはめた場合実際にはいろんな 力がありますからそういうふうにいろんなです、ね、要素がありますからそうならないとは思うんですけれどもそのままの比率で上げた場合どういうことかっていうと期日が倍になりましたから基準点を倍にしていました。 で、そうするとどうなるかっていうと基準点合計が214.0で合格点もですね、えー、これは比率で開けてみますと、えー、例えば263.5点ぐらいになるかなということになりますそうすると合格点と基準点との差が49.5点になって択一で稼ごうと思うと16.5問分取らなければいけないというふうなことになります。えつまままり、ここれがが数字がこのままでで、ないにしても、一 上乗せをしようということに関しては、なかなか厳しくなっていくので、期日をしっかり得点できるというふうにしていかないと、合格が厳しい試験になっていくぞということにはなるかなというふうに思います。ただ、じゃあこれから期日ばっかりやんなきゃっていうことでもないんですよ。ここを見てください。卓一がそのまま出題されるとすれば、 基準点はそんなには変わらないはずですどうしてかというと卓一で基準点突破した人を記述の採点をしますから記述の採点枚数が変わらないという前提であれば卓一の基準点は今まで通りだしそれを突破しなければ記述の採点はされないということになりますだから記述の配点が高くなったからじゃあ記述で点数取れてれば受かるんでしょっていうわけではありませんまずは卓一の 第一関門があって択一の基準点を突破した人が期日の採点を受けられるってことになって採点枚数の関係から択一の基準点は変わらないあるいは大きくは変わらないってことがもちろん想定されますよねですから択一はしっかり基準点はこなさなければいけませんから期日に全振りしますっていうのも得策ではないかなというふうには思います。でではこんなな形になっておりますよねで 期日が配点が大きくなったということですからこのようなことが想定されますただこれはさっき言ったようにあくまでも想定です例えば期日のですね配点を微調整するということであればこちらのですね、えー、卓一の基準点あたりをもう少し低く例えば35点ぐらいにしていくとえそうすれば今までとそんなに変わらない採点がされた上でただ期日が得意な人はもう 点数が稼げるよっていうことになりますから基準点を少なくして得意な人にきちんと記述で点数稼がせるということも考えられますからそうするとまた意味合いが少し変わってくるかなと思います記述をどう採点するかはまだこの資料からわからない以上それは決めつけることはできません決めつけられないものを決めつけるというのはやはり良くないですねですからこのように客観的にはこのように考えることができるぞということになるわけですではここからどのようなことが言えるのかということになりますが これからの対策ですまず皆さんはあまり気にすることなく原則として今まで通りの学習をしっかりやるということが必要になります。で、それは 期日の採点が配点が上がるとしても択一の基準点は変わらないわけですから択一はしっかりクリアした上えで期日勝負ということになりますからそれは今までとあまり変わりがありませんだからあんまり情報に左右されることなく特に今年に関してはまだどういうふうな採点がされるかとか配点しか分かってないわけですからあまり右往左往することなくきちんと地道に今までの通り勉強していくみんなこれは一緒ですからね相対試験ですから。 えいうことでまずはやっていくぞいうことが一つ必要かなというふうに思いますでそれからもう一つはただ一つ言えるのは午後の卓一式問題について正確性を保ったまま早く解けるようにするこれは必要ですよねえ期日の方にえ配点が高いわけですから期日で しっかり点数を取らなければいけないわけです。だから午後の卓逸について、もうもういい加減に早くじゃないですよ。もう正確性を保ってきちんと点数を取った上で早く解けるようにしていくということですよね。それから期日の配点が高いということは。 一つは採点次第ではありますがきちんと点数を取っていかないといけないのでもうきちんとどんな問題が出ても回答できるように訓練するえつまりこれは出ないだろうっついってひな型を捨てるとかあいうことはしてはいけないしあるいはきちんとどんなタイプの問題が出ても解けるように解放というものをしっかりしていかなければいけないということになるわけです。とということで、まあ、基本的にはあまり やり方は変わらないけれども、え今言ったようにもうきちんと卓一の点数を保ったまま早く解けるようにしていくために、例えば知識を正確にしていく、えそれから選択肢を選んだり、どの選択肢から読むかを練習するとか、こういうことが要求されるかなというふうに思います。で、ただ今まだ配点が発表されただけですから、これからですねまだ情報が出てくる可能性もあるし、あるいはもう少し精査していく必要があります。で、レックの方でも皆さんが安心できるように、えこれからどのように講座を えやっていくのか今までの講座についても例えば期日をなんかやった方がいいのかあるいはさっき言ったように卓越なんかもしっかりやらなければいけないからやみくもに例えば期日ばっかりやるっていうのも得策ではありませんだからそのあたりは精査をしたいと思いますで、えー、私も含めてこれからですねあの会議も もう今日開いてです、ね、これからやります、ですからそこでもう講師や会議をしてこれから例えばどういうケアをしていったらいいのかどういうフォローをしていったらいいのかとこれは責任を持ってやっていきますから講義を受講している方はそこは安心をしていただければというふうふに思います。では これでですね一応速報という形にはなりますが、今のところ、どういうふうな情報が出ているのか、それについてどういうふうな分析をして、どういうふうな対策をしていけばいいのか、ああいうことについてお話をしました。レックの方でもですね情報が出たときに、またきちんと皆さんにお伝えしたいと思いますし、きちんと講義や当該、もしなんかでも対策をしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご利用いただければと思います。ででではこちらで終わりにしまししまょうお疲れ様でした